聖なる夜の潰し合い 12.24 ファンクラス大阪大会2018年の戦い納め。北方大地、金太郎、福島秀和、大きた三谷敏夫、飛び込んでいた秋葉大輝、今や関東圏でも活躍を見せる様々な実力者たちがこの大阪大会の舞台から羽ばたいていった。そして今大会でも次世代のジャパニーズ MMA を担う男たちが自らの存在意義を証明すべく熱い戦いを見せつける。メインイベントには関西屈指のオールラウンダー平田ジョージが出陣。新潟のグラウンドマジシャン川村康弘を迎え撃つ。未だパンクラス本戦では未勝利ながら、その強さは折り紙付きの平田。実績格で上回る寝技強の川村から価値ある勝利を挙げることができるのか。止まらない両者の動き要注目。セミファイナルもまた MMA マニアの心をくすぐる一戦がラインナップ。聖帝土井淳 VS 新刊ハンセンレオ。常にポーカーフェイス、戦う時はもとより、勝利した後も表情を変えることのない百戦錬磨の土井に対し、感情をむき出しにし、アグレッシブな攻撃で相手に畳みかけるハンセン。聖帝対人間、相入れないこの戦いの結末やいかに。その他にも元グラディエーター王者カマーク・ノーがファンクラス初参戦となる藤田健吾を迎え撃つ一戦や、共に一撃で相手を沈める打撃を誇る滝口元則対MG 新助の一戦など、手に汗握る好勝負がずらりとラインナップ。来年、そしてその先のジャパニーズ MMA を占う上で非常に重要なイベントとなる今大会、果たしてビッグインパクトを残すようなファイターは現れるのか。関西格闘技の今もまた今大会では問われる。メリークリスマス 12.24 パンクラス大阪大会、聖なる夜の潰し合い、この過酷なサバイバルマッチを生き残れ。